豆魚雷にようこそ。いらっしゃいませ、高まどかシープです。実は私最近おじさんのフィギュアを予約したんです。で、そのおじさんっていうのがこちら、ザ・ボーイズというアマゾンで配信されているドラマなんですけど、のストーリーがろくでなしのヒーローと普通の人が戦うというストーリーで、その中にあのザ・ボーイズのボーイズ側にブッチャーっていうキャラクターがいて、この人全然特殊能力とかないんですけど、ひたすら力であの物事を解決していくっていうキャラクターで、私はその豪快なブッチャーが大好きで予約しました。で、このフィギュアはメディコムトイさんのマフェックスというシリーズで出された商品なんですけど、このマフェックスっていうフィギュアはかなり自由に稼働するフィギュアで、いろんな自分の好きなポーズが決められたりとか、あと台座がちゃんとついているので、その好きなポーズのまま飾っておけるっていうのがいいポイントになります。で、そのブッチャー本体もいいんですけど、それに付属するアクセサリーもすごく良くて、最初メディコムトイさんのツイッターで赤ちゃんの原型の画像みたいなのがアップされてたんですよ。で、あのその赤ちゃんっていうのがかなり物語のキーポイントになっていて、もうこの赤ちゃんの画像が出た瞬間、私は絶対買うぞと思って予約しました。こちらのブッチャーは現在豆魚雷にてご予約受付中です。マフェックスの同じシリーズでホームランダーという別のキャラクターも出ているので、ぜひ2体買って戦わせたりして遊んでみてください。また次回も私が気になった商品を紹介させていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。